大体2分でわかる忍びの一時。本日より配属されました光月しおねです。あなたには加賀時貞の尾行調査をお願いしたい。はい。ガンデツさん。時貞、任具試験ってのはね、任具を使って答案をパクってくる試験なんだよ。はあ？先生がどこかに答案を隠すの、それを見つけて手に入れる。あのさ、俺たちも協力していい？よし、決行は今夜。つい最近うちに発注してた任具を全部海外の工場に切り替えるって言われてな。お宅にはお宅にしか作れんものを作っていただきたい。はあ？金なら出す。正気の沙汰じゃねえぞ。何の設計図だ？言えねえな。資料は全部あいつが持って帰った。キレイさん、金庫の鍵がない。私が開けます。できんの？開きました。おお、あった。みんな撤収。ケーズは無駄骨か。お疲れさん。何か掴んだのですか？甲賀の狙いは伊賀に伝わる秘伝人格かと。甲賀は戦争を始めようとしている。それでは始め。全然違う。なんだよ急に。答案をすり替えたのはおそらく甲賀。誰かが甲賀とつながっている。そんな。